青い世界を描いている画家の比佐です。いつもこの比佐展青い世界っていうタイトルで各地で展示させていただいてるんですけども、必ずその場所に飾るようにしている絵がありまして、でそれがこちらの青い森の中という絵です。これはイラストレーターをしてカラフルな絵をたくさん描いていた中で、あの2014年に生まれてきた青と白だけの絵なんですが、この絵をきっかけに青い世界を描くことになりました。やっぱりあの震災のあと人々の痛みに寄り添えない自分にすごく無力さを感じて、絵を描くのをやめようと思っていた時にある場所へ行ったんですね。ふと森だったんですけども、そこが青く見えたことで、この青い森をこう描いてから絵を描くのをやめようと思って、朝までこうキャンバスに向かって描いた絵がこの絵です。朝になって、なんか描けたのかどうか完成したのかわからないと思って飾っといたというか、部屋に片隅に置いておいたら、うちの3歳だった娘が黒いクレヨンで丸って描いたんですね。でもその時落書きされてショックっていうよりは、なんか OK サインをもらったような気持ちになって、これまで絵を応援してくださってきた人たちに、まあ、一度お見せしたいなと思って、青い世界っていう初めて比佐展を開いたですね。金箔を青い世界に入れ始めたのはもう本当に今年から で、ここにですね、こう金箔をラミネートしたものがあるので、会場でぜひご覧ください。光にかざしてこう覗くと青い世界なんです。金というのは青い光しか通さない性質らしいんですね。でこちらで30号のキャンバス2枚並べて青と金で公開制作をしてます。私が在廊する日だけになるんですけども、なんか実際描く様子を楽しんでいただけたらなと思っています。まあ、テーマは実はコスモスで、これもともと大きな50号の絵がありまして、そこに13番目のお月様を描いた絵があったんです。でその下に福島県の浪江町を思って描いたコスモス畑があったんですけど、その50号の絵を大きく7つにカットしてキャンバスに貼りました。でそのうちの3つです。でまた上から私がペイントしたり金箔あと銀箔を貼っているので、本当にそれぞれ一つ一つの絵になっています。こちらは虹の輪っていう、すごくたくさん太陽とか月の周りにその虹があるの光景をよく見たので最近と、これは青い星っていう作品です。でもなんか火星から見た夕日が青いらしくって、なんかそれでもいいのかなとか。でこれは本当そのままなんですけど、コスモスっていうタイトルにしました。なんか宇宙か地球かわからないようなこう絵だなとかって思いながら見てるんですけど、この絵は今回の比佐展の DM にもなっている絵なんですけども、月草というタイトルがついています。露草のお花が書いてあります。露草のことを昔月草って呼んだそうなんですね。花自体とっても不思議な形をしていて、私も今回観察をしてね、驚きました。こちらが最近生まれてきた絵です。すべてというタイトルにしました。もうふとこの絵が生まれてきた時に、いつもだったら青い世界はこういう状態を重ねていくんですね。そして見えてきたものを描き入れるんですけど、今回なんかもうこれだけですべてあるなって思いまして、もうこれを完成としました。ここに宇宙も地球もあって、で生き物も生命もちゃんといて、水もあってっていう、なんか全てあるなっていうそういう作品なんだなって思って見ています。こちらが、月の雫という絵なんですけども、なんか雫をね見るのがとても好きで、その雫がすごくやっぱ宝石みたい、こうダイヤモンドみたいというか、まあ外にいる猫がこう眺めているみたいな絵になったのかなと思ってるんですね。すごく不思議な絵で、実はこれも私も何も考えずに描いていたら、お客様からチューリップがあるねって言われまして、子どもの頭がチューリップなのかなとかって思っていたら、他にチューリップがありました。こちらの絵が星の音楽というタイトルがついているんですけども、青い世界っていうのはしばらく置いておいたりするんですね。ベースだけこう塗って塗り重ねて置いておいたりするんですけど、この絵もすごくそうで、ふとねこの女の子が描けたんですね。でこの女の子の体の中が宇宙になっていて、こういろんな星雲があるんです。ちょうどこの喉のところに私たちが、ね、住んでるこの天の川銀河がこうある感じ、なんかこの辺に
山脈が見える気もしますし、先ほど月草という作品の原画をご紹介したんですけども、そちらの複製画です。で、複製画は A4 サイズと A3 サイズがあるんですけど、こちらはA4 サイズで、ちょっとこういった木製のデザインの額に入っています。あと、複製画の上から金箔を散りばめてあって、金箔ペイントって呼んでるんですけども、あと手書きのサインも複製画に入れるようにしているので、で、青も印刷ならではの美しさを出したいなといつも思って、複製画を作っていて、原画と少し違いますけど、これはこの一つの作品として見ていただけたらいいなと思って、行き先が決まってお届けした絵で、もう次からね、新しい、ない原画だったりとかもあるんですけど、それは複製画で展示をすることで、その空間にぴったりの青い世界が作れると思っているので、今はない原画でも複製画で展示をするっていうのはやっぱりずっと続けています。ですごく一枚一枚心を込めて制作しています。こちらはA3 サイズの複製画です。銀河の中心というタイトルです。この光景を私は知ってるっていう方がとても多い絵で、不思議な絵なんですけども、ここに実は大地の中に天の川銀河があるっていう絵なんです。私が今金沢のお家にその引っ越した時に、ヤブガラシという植物がすごくたくさん生えていて、もうちょっと申し訳ないけどと思って根っこの中心を探し出して、もう3時間以上かけて掘り出したんですね。これが中心 でこの周りにこう本当にこう銀河の形、天の川銀河の形で渦巻いてたんです、細い根っこが。でそれを見た時に、私が子どもの時からこう感じていた、この大地に宇宙が、大地にも宇宙があるっていう感覚が、あ、本当だったんじゃないかなっていうふうに感じたのがすごくあって、この絵にこう描くことにつながったのかなってすごく思って。でこちらは、星が生まれる時というタイトルです。この絵はなんか個展が始まる前日にまた新しく生まれ変わった絵で私のアトリエにはすごく素敵な子どもたちが、透明なね、気持ちを持った子どもたちがたくさん来てくれるんですけども、なんかそんな子どもたちがモデルになってるんだなってすごく思います。こちらの絵はタイトルが金星から降り注ぐ祝福という絵なんですが、複製画になっています。で、A3 サイズです。この絵にも金箔ペイントをすることができるので、もしご希望の方はおっしゃってください。いつもね、人物が一人だったりするんですけど、この絵は二人出てきたので、自分でも、はあ、二人なんだとかって思いながら不思議だなって思っていたんですが、この金星がこう輝いているんですけどね、見守られている感覚がすごくあったっていうのもあるんですけども、なんか金星がすごく出てきて不思議だなってそれも思っています。それで金の粉がこう降り注いでる、宇宙からこの大地、地球に降り注いでるような絵になりました。こちらは天使の足元というタイトルで、複製画で A4 サイズになっています。もう結構 2,3 年前に生まれた絵なんですけども、原画はね、名古屋の方で、ね、お手元に置いてくださる方がいて、私はずっとクレヨンで一筆書きというか、そういうタッチで絵を描いてきたんですけども、なんかそれにとても近い絵だなと思って、なんかそういう意味でとても動きがあるなとかって思って、いつも大好きで眺めて、アトリエにも飾って眺めている絵です。こちらの原画は実験で楽しむ宮沢賢治銀河鉄道の夜とい そうこの本に収められているイラストっていうのは、鹿浦先生、理科の先生をされて来られた方なんですけども、その方の、イメージをこうに忠実に、描いた絵です。私の青い世界ではあるんだけども、本当に先生のその実験にとても必要なこう絵であるっていうことで、本当に忠実に描くためにっていうので、何度も何度もこう先生のお話を聞いて描いた絵でもあります。そういう部分で新しいお仕事させてもらったなって思っています。もうすぐ全国発売になるということです。で各地でプラネタリウムで講演されることも多分あると思うので、ぜひその際は足を運んでみてください。星の音楽というこの絵本、実はまだすみません発売されていないんですけども、これちょっと仮のものなんですが、
去年行われた、星の音楽という舞台の絵本化をしようということで制作に携わらせていただいています。お話は山田洋平さんという方が書かれています。これは宇宙人のふーちゃん、お話書かれた山田洋平さんのイメージそのままの形、とても可愛いなと思いながらとても親しみを感じちゃうんですけど、これが女の子の、主人公の志保です。私は本を制作してまして、でその中にねえお母さんっていう作品があるんですが、その作品をちょっと時間をかけて映像化するために日差けでロケを行ったりとかで撮りためたものがあるんですね。でそれが、7分ほどの映像になっています。でそれをちょっとパネルにしたものを飾っています。でこちらの QR コードでその映像を見ていただけるので、ぜひご覧いただけたらなと思います。でこれは上の娘の小さい頃からの話し言葉つぶやきを綴った、こういった小さな本があるんですけども、これを元に制作しています。今回はこういった販売はちょっと終わってるんですが、皆さんに見ていただきたいなと思う絵本を、ひさの本を持ってきました。こちらは本当に私が越前市でアトリエを開いて、もう本当にすぐにお仕事させてもらった絵本で、ちょっとなっちゃんの靴、妹っていうね、絵本が3シリーズあるんですけども、もうなっちゃんはすごく大人に素敵な女性になっていますが、これはなっちゃんが1年生の時にお母さんからのご依頼で作らせていただいた絵本です。こちらぜひ福井でずっと応援してきてくださった皆さんにちょっと懐かしいかなと思うので見ていただきたいなと思って持ってきました。あともう一つ、これもちょっと販売が終わって、でも新しく制作する予定なので、バージョンアップする予定なのでちょっとご紹介します。これはあなたが見ている世界を教えてという本なんですけども、2人目の娘のこちらは話し言葉を綴ったものになります。ぜひ開いてみてください。こちらのポストカードはお買い上げいただくと、売り上げはすべてこの度水害で被災された地域に寄付をさせていただこうと思っております。1枚165円で、2タイプあります。こちらの絵は私の、本当に絵を描き始めた当初のイラストで、今でもポストカードとして販売しているものです。皆さんの気持ちと一緒に被災された地域にエールを送れたらいいなと思うので、どうぞよろしくお願いします。